1ムエタイフライ級3分3ラウンド延長なし肘ありルールで行われます。シンゴ対ライアマンの一戦です。黒のトランクスがシンゴ、そして白のトランクスがライアマンとなっています。矢部さん、はい、これワンムエタイルールということで、うん、オープンフィンガーでの戦いになります、はい。これまたもう本当にグローブと全然違いますからね、うん、距離感であったりとかそのグローブでこうガードいわゆるパーニングとかね、はい、できないですからね、うん、このオープンフィンガーはまた危険な戦いになりそうな、そんな予感がします。始まります。シンゴ対ライアマンの一戦であります。僕はオープンフィンガー3回やったことある。朝井さんそう経験してみてどうでした、戦い方とか。やっぱ本当にムエタイとは違ってやっぱ距離感が本当に常に相手の攻撃もらわないようにしないといけないの、あもらっちゃいけないようにしないといけない、もらわないよ、うん、もらわないようにしないといけないんで、あんまり近くに入れないんで自分が行きたい時だけ入ってもそれ以外は常に届かない距離にいないといけないので、やっぱり戦い方も変わってくるわけですね。なんか本当に当て合いっ子みたいな感じです。もうただ当てた方が勝つみたいな感じで、一発が、ね、ありますからね。グローブも薄いですからね、よりね危険なファイト、一撃 KO もあり得るかこの戦い。ちょっとあの腰も怖いですよね。そうですね、打つ方もめっちゃ痛くなりました、ね、試合終わった後。あやっぱり打ち終わった後って結構痛いもんですか。はい、でいく、やっぱ拳だけが当たらないんで指が出ちゃってるんで、はい、なんで指が僕はとっても痛くなりました、試合は。そうだ、信号対ライアマンの左に入った、あそして右手メダル始めてきた、そして近い距離になったぞ、だから打ち合います、打ち合います、ね、強いな信号かライアマンか、信号のパンチが何度か当たっています。ライアマンも相手を睨みつけるように虎視眈々とチャンスを狙っています。さあ緊迫感のある第一ラウンドですね、伊勢選手。はい、いやもう当たればあの何回も見たことあるんですね、ワンの試合は、はい、すぐ倒れる、まあ、当たればすぐフラッシュダウンが起きるんで、お互い気をつけれる場面なんですけど、お互いガツガツいくんで面白いですね。これはまばたき厳禁の面白い試合になりそうだ。お左に行く、ボディーステージ、ボディーステージ、おダライヤマン、ダライヤマンもファンチしていく、クラついたか、一撃があるぞ、オープンフィンガーマッチ、激しいパンチの打ち合いだ。でもこっから一発でまた右の強烈のスペード、逆転する確率もあるんで、おー左か、ダライヤマッチだ、ちょっと遅れてきましたね。カウンターに入ったのか、ダライヤマンのパンチがヒットしたんでありましょうか、崩れをしました。いや微妙ですね。白のトランクスライアマンクロスカウンター気味に入りました。さあライアマンにとってはチャンス、圧力をかけていく、ボディを割っていく、ああああナイスフック、惜しい、ライアマンのパンチが当たり始めている、右あそし右フック、左左右膝、ああ今のはあと10秒なんで耐えたいっすね。パンチを打ち込んでいく、信号も懸命に倒れ、耐える耐える、鼻血を出しながら鼻からは出血が見られますが心は全然折り通る。朝日さん伺っていきましょう。いやー本当にあの殴り合い怖くてできなかったんで、はい、尊敬しちゃいます本当に。結構やっぱりこのハラハラドキドキ感がなんか増すような 3D な展開ですね、はい、しかもお互いフルスイングなんでカウンターとか食らった瞬間本当にやばいと思うんで、ブンブン振り回しますね。リプレイで今ねご覧いただいてます、先ほどのダウンシーンです。石井さん今のこのダウンシーンご覧になっていかがですか。いやこの遅れてきたり、うん、このじわっとこの来る感じが、じわっとねこのダウンは時間差できたような感じでしたね。気持ちでは立ってたいっていう気持ちなんですけど体がもう力で抜けちゃうんですよね、うん、ライアマンの拳が信号に命中した第一ラウンドをご覧いただきました。いや矢部さんこれは本当激しい戦いになりそうですね。分かんないですよこれ、うん、本当に一発で形勢変わりますからね。ありえますね本当ね、どっちが勝つかわからない危険な第2ラウンド始まります。黒のトランクスがシンゴ、白のトランクスがライアマンです。なんかライアマンさんはトランクスも総合っぽくてなんか本当総合の選手、うん、あちょっとそうですね、うコスチュームにも注目してみるとまた面白いところがありますよね。
ズボンに赤い字で喧嘩前売りって書いてあります。喧嘩前売りせライアマンドクトグロトランクスを履いて戦っております。慎吾選手は捨て身、そうですね、カッピスラジで書かれてますね。こうやっぱこうお互いのねパンツを見ながらいるってのも面白いですよね、うん、確かにそうですね。オープンフィンガーグローブの戦いです。ワンメータイルール。さあコスコスのパンチをまた当てていっております。おミドルを打つライアマン、そしてコーナーに追い詰めていきます。じりじりとプレッシャーをかけていくライアマン。さあでも一発がありますからね。シンゴもおーローキック、いいですね。ああやってオープンフィンガーでパンチだけに集中してるときに下とか、あやっぱこう蹴りもね、そのおー膝、やっぱ蹴りも入れてくるんですよ。激しい打ち合いだ。おー危ない、右フック、シンゴーストロー剛腕を振りかざしていく両者、激しい打ち合い、右捉えた。さあライアマンのパンチが乱発か当たってきている。ここで左肘でしょうか、綺麗に炙り跳ねましたライアマンの肘がシンゴの顎を打ち抜きました。ノックアウトにより勝者青コーナーライアマン、ライアマンノックアウト KO 勝ち。いやまさにスーパーライアマンといったそんな戦いを見せてくれた戦いでもありましたけども、どうでしたか矢部さん、ご覧になって。いやこのオープンフィンガーグローブのもうまさにその怖さというか、はい、衝撃。いや朝日選手よくやってると思うね、朝日選手で、ね、やってるんですよ、ね、すごいわこれ。オープンフィンガーの怖さを感じる試合でしたけども、朝日さんどうでした、このエキサイティングな戦いご覧になって。いや僕は練習段階でもうどうやったらもらわないかっていうのを作戦に入れるんですけど、はい、2人ともすごい気持ちが強くて殴り合ってたので選手としてすごい尊敬しますけど、うん、見てる側からしたらちょっと怖いですね。ハラハラしますよね。イーステン選手ご覧になってどうでしたか、はい、この戦いぶりは。いやー、まあ、ライアマン選手は何回か試合見たことあって、はい、本当にパンチがすごい、パンチガツガツいく選手だったので、はい、まあ、こういう試合になるとは思ったんですけど、シンゴ選手このなんか男気みたいなのを感じて、試合中の鼻血出しながらもね根性できますもんね、はい、で、まあ、最終的にはダメージの蓄積がねやっぱこのグローブなんですごかったんで、最後やっぱり耐えきれずっていう感じで、いやでもすごい面白い試合でした。エキサイティングファンタスティックな試合を見せてくれました。ワンムエタイフライ級の試合はライアマン選手の勝利で終わりました。